営業最終日の正門としまエは、かつて東京都練馬区高山山頂目に存在した遊園地、西部グループに属する株式会社としまエが運営していた。1927年より94年間営業を続け、2020年8月31日をもって閉園した。本園を舞台とするホラー映画も本校で述べる。 西武豊島線豊島園駅の北西に隣接していた。室町時代に築城された練馬城の城市を中心に造園された。名称は道場を築城し、治めた豊島市に由来している。その延命から誤解されがちであるが、豊島区内あるいは北区豊島所在ではなく、練馬区高山三丁目に所在していた。ただし、 豊島園が開園した当時の地名は東京府北豊島郡上練馬村であった。所有者は西武鉄道で株式会社豊島園へ業務委託をしていた。日本で最も古い遊園地の一つで首都圏有数の規模を誇る遊園地でもあり、各種遊戯施設があるほか、春の染井吉ヨ初夏のアジサイの花の名所として、あるいは夏のプールなどで、 多くの地域住民が訪れる都会のオアシスト、なっていた。コスプレイベントを開催するなど、イベント企画も多かった。併設のグラウンドは、企業、学校の運動会に利用されていた。地域密着型の遊園地とも言える。水と緑の遊園地と自称していたように、園内には、水や自然と触れ合える施設が用意されていた。広大な屋外プールエリアもあり、夏場はプール、冬場は、 釣り堀として利用されていた。プールエリアには、世界初の流れるプールや波のプールのほか、ハイドロポリスという日本初の高度なウォータースライダーも存在した。ローカルルールとして、シールを含む入れ墨がある人の入場は禁止としていた。2011年、東日本大震災の教訓を生かすべく、東京都が避難場所として、広大な公園を作るため、 西武鉄道に対して土地買収の交渉を開始。その後は父として進まなかったが、2019年にワーナーブラザースも交渉に加わり、西武鉄道に対してハリーポッターのテーマパーク建設の提案が行われると買収交渉は急速に進み始め、閉園が決定。コロナ禍の中、2020年7月13日から遊園地、 プールともに入場制限が開始され、2020年8月31日に閉園した。石神川の南側、ウォータースライダー、ハイドロポリスのある付近はかつて、矢野山と呼ばれ、室町時代に、豊島市によって築城された練馬城があった。大田道館との戦いに敗れ廃城となった跡地に、再び城が築かれることもなく、雑木林や畑作地となった。後に、 板橋の鍋屋が道地を所有し、さらに上、練馬村長の増田東介が入手した。石寺川の北側は沼地、湿地であったが、後に電磁となった。ハイドロポリスと島園のプールは1929年開業で、園内では一つの名物となっていた。昭和時代、第二次世界大戦前は共栄用プールがあり、慶應義塾大学水泳部がと島園で柿合宿を。 行っていたこともある。波のプール7月14日開業、流れるプール6月19日開業、ナイアガラプール7月1日開業、子供のプール7月14日開業の4つのプールがメインであった。前世紀は他に、前述の大プール、小プール、飛び込み用プール7月1日開業を含む7つのプールで営業をしていた。1965年夏には、 日本初となる流れるプールを開業した。この時、職員が玉川に出向き、本当の川に近づけたという逸話もある。また、1977年夏に小型のウォータースライダーを開業し、1988年7月23日に23区内では、最大規模の大型ウォータースライダー、ハイドロポリスを開業した。本格的な飛び込み用プールは2006年で、 営業終了したが、後地に、ノーティックジェットという数と乗りォーターシュートが登場した。2016年から2019年は、大プール、小プールに、水上アスレチック施設、ふわふわ、ウォーターランドが開業した。1996年より、キャッシュレスタグと呼ばれるシステムが導入された。これは、IC チップが入った、リストバンド状のもので、水着のポケットに入れた小銭が出て、 プールの底に落ちてしまうという問題を解決するために導入されたものである。あらかじめ現金をチャージしておき、レジカウンターにある専用の読み取り機にかざして支払う。プール内のほか、遊園地内の飲食、物販店でも利用できた。また、プールが使える下記には、水着のまま園内も遊べるというユニークなシステムも存在していた。なお、 カキ以外のプール休業期間中は、流れるプール等で釣り堀を実施していた。閉園後、プールだけは残してほしいと、住民やプール利用者が、豊島園の前で、署名活動を行い、オンラインでも署名活動が行われ、1万2000以上の署名が集まった。カルーセルエルドラドアトラクション、豊島園の乗り物を参照プール4つの、プールハイドロポリスノーティックジェットふわふわ、ウォーターランド温泉、 豊島園庭の湯を参照と島園の森昆虫館、矢島実が創設した豊島園昆虫館をリニューアルしたもの。約40種類の外国原産の昆虫や、それに関する生物が展示されていた。多摩動物公園昆虫園と交流があり、日本の昆虫飼育展示施設としては、初めて大桑型の繁殖に成功したことでも知られる。入館料は300円で、現金のみ。 利用家だった。トリックメイズ様々なアスレチックやカラクリが設置された木造の立体迷路スタンプラリーの要素もあり、途中2カ所とゴールにスタンプ台が設置されていた。ファミリーコース、知力コース、体力コースの3種類があった。利用料金は大人、子供共通で1コース500円、2コース800円、3コース1000円。施設入り口にある、券売機で、 専用の利用券を購入する必要があり、乗り物券や一日券での利用はできなかったが、木馬の買いパスポート所有者は各コース設定料金の半額で利用できた。平後は、那須高原林道湖、ファミリー牧場に移設され、2021年春から夏にかけて開業予定。エイソブレイボ、屋内型のファミリー向けの遊び場で、ボーネルンドがプロデュースを手掛けていた。 入園料は不要だが別途利用料が必要で乗り物付いた知見や木馬の買いパスポートは使用できなかった。豊島園の休園日でも営業していた。豊島園 4D シアター変更メガネを利用した 3D 映像とギミックチェアによる急降下、エア噴射、エアチューブなどのギミックを体感できた。上映時間は数分から十数分程度。作品は以下の通り。 成人式1978年により、練馬区に在住の新成人は園内の屋内館にて成人式を行った。かつては新成人全員に1日フリーパスが配布され、式典終了後に園内で乗り物に乗ることができたが、2006年度をもって中止された。打ち上げ花火1967年から毎年夏に週末に打ち上げ花火を上げ、 地元の夏の風物詩となり、かなり遠くからでも見ることができた。だが、予算の関係や周辺住民への配慮から、毎週末月に数度月に一回と回数を減らし、2004年以降は行われていなかったが、2017年に13年ぶりに再開した。都民の日、埼玉県民の日毎年都民の日と埼玉県民の日は入園無料、乗り物ついた知券が、 大幅に割引された。一年の中でも特に混雑していた。日本発、世界発を以下に並べる。白報道所属のコピーライター岡田直也とアートディレクター大貫拓也を主軸とするクリエイティブチームによるユニークなキャッチコピーを用いた広告が話題となった。過去には、初中未満をテーマに木に止まったセミが、ミーンミーンミーン,ミーンと、 ただひたすら25秒間泣き続けるだけの CM や同様のパターンでグツグツに立つ鍋料理や燃え盛るストーブが画面いっぱいに映され最後に一言豊島前とナレーションが流れロゴが表示されるだけという当時としてはシュールなテレビ CM を流したりしていたこのため視聴者からクレームが多数寄せられたこともある高田の馬場駅には一風変わった広告が 西部と JR のホームの間に JR 側から見えるよう設置されていた。クリップエルちゃん、カルちゃんキャラクターのモチーフである木馬や豚の模型園内にある世界最古級のメリーゴーラウンド、カルーセルエルドラドから生まれた公式キャラクター。2013年9月には木馬をモチーフにしたエルちゃんことエルドラド、翌2014年9月には豚をモチーフにしたカルちゃんことカルーセルが お披露目されている。園内ショップではオリジナルグッズも販売されている。園内の案内板や各トイレのピクトグラムに描かれた男の子と女の子のキャラクター。T の字が描かれたシャツを着ている。もともと名前は付けられておらず、従業員の間だけで呼ばれていた。2020年8月に閉園が決定したことから、初めて T シャツやクッションなどのグッズが販売された。 豊島園内に入園する場合は当日の日付が入っている入園券が必要となっていた。入園券は豊島園入り口付近のチケットブースにて購入することができた。隣接する豊島園庭の世に入場する際は別に指定されている券が必要となっていた。2020年7月13日から閉園日の8月31日まで新型コロナウイルス感染症対策として 入園制限を実施していた。ウェブチケットサイト、アソビュー。にて日付指定前売り券を購入した場合のみ、入園できた。また、すでに手元にチケットがある割引券を持っている等の場合は、事前予約すれば入園できた。なお、木場の開会員は、事前予約なしで入園が可能だった。原則として、再入園はできなかった。ただし、 木場の開会,会員は自由に出入りが可能だった。また、トイザラス利用時の再入園は可能となっていた。東京都民の日や埼玉県民の日のキャンペーンとして入園無料となる日は自由に出入りできた。各乗り物の指定料金を及び園内には現金でしか体験できない乗り物や施設があった。豊島園の乗り物も参照料金等詳細は豊島園公式サイトに掲載。 入園券入園地エリアの入園のみ可能なチケット。乗り物利用時には、別ッ現金、または乗り物利用券が必要。当期の夜間営業実施日は、15時から大人料金が割引された。乗り物追立券入園と、各種乗り物が追立乗り放題となるチケット。身長110センチメートル未満が利用できる、機種限定のキッズ乗り物追立券も販売されていた。 プール入場券嘩期限定販売。入園とプールエリアの入場がセットになったチケット。ナイトプール実施日は18時から入場できるチケットも販売されていた。夏の1日券嘩期限定販売。入園、乗り物乗り放題、プール入場がセットになったチケット。イルミナイトパス登記限定販売。夜間営業実施日の15時からの入園と。 乗り物乗り放題がセットになったチケット。木馬の開年会費を払い会員となることで、入園、乗り物プールが1年間利用し放題になるほか、同伴者の追立券や、園内のレストラン及び庭の世での割引も受けられた。個人で使えるパーソナルカードのほか、家族の人数によって値段の変わるファミリーカードもあった。かつては1年間入園の未し放題の、 エルドラドクラブも存在していた。鉄道バス2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震を受けて、都島園では次のような対応を行った。2011年9月9日、東京都が都島園の敷地を買収し、公園として整備する方針であることが明らかになったと一部マスコミが報じた。これらの報道では、東京都は 西部グループと近く買収交渉に入るというが、西部ホールディングスは、豊島園の敷地を売却する予定はなく、今まで通り営業を続けるとコメントした。なお、その1年前の2010年9月には、練馬区が豊島園の敷地内にサッカースタジアムを建設し、J リーグの東京ベルディと、ナデシコリーグの日テレベレーザが、ホームスタジアムとすると報じられており、 東京都による買収報道を受けて、これら二つの機能を統合した形となるのではという報道もされている。2011年12月に東京都の都市計画公園、緑地の整備方針が改定され、豊島園の敷地は練馬城市公園として優先整備地区に新規設定された。2012年9月に公表された練馬城市公園の整備にかかる考え方では、 既存の遊具施設を一部残しつつも、アニメ、漫画関連施設、防災拠点としての機能を併設したサッカー場などを新設する基本方針が示されている。2020年2月3日、豊島園内の施設を段階的に閉鎖し、防災機能を備えた大規模な都立公園の新設とともに、新たなテーマパークを2023年春に開園する。 予定があると関係者が語ったと一部で報道された。跡地は東京都が買収した後、一部をワーナーブラザースが借地し、ハリーポッターのテーマパークという見学ツアーを行っており、新しいテーマパークは映画の世界を忠実に再現したユニバーサルスタジオジャパン内のウィザーリングワールド・オブ、ハリーポッターとは異なる映画のセットを再現した完全屋内型の施設になる見通しを、 運営するという協議が進行中で、正式決定は2020年春の予定と報道された。これに対し西武鉄道広報部は、閉園やテーマパークができるという話も特段何も決まっている。話ではないとコメントしたが、2020年6月12日に東京都と西武鉄道の間で覚書を結んだことを受け、8月31日をもって閉園することが正式に発表された。 跡地ちは都に売却し、一部は引き続き、西武鉄道が保有する予定。2020年8月18日、跡地の一部に、ワーナーブラザーススタジオツアー東京、メイキング・オブ・ハリー・ポッターの施設の開発に関する契約を締結したことを発表された。としまに伝わる、都市伝説をとしま全面協力のもと、サスペンスホラー映画として映像化した作品。タイトルは、 としまえんとも、タイトルロゴに合わせた、映画としまえんとも表記される。大学生のさきは、ある日、高校時代に、仲の良かった女友達と一緒に、かつてよく遊びに行った、遊園地、としまえんを訪れる。ネットで噂になっていた、としまえんの呪いがあるという古い洋館を見つけた、さきたちは、噂を冗談半分で試すが、その直後から恐ろしい現象が、次々と起こり、 一緒に来ていたメンバーが、数と、また一人と次々に消えてゆく。仲間たちを必死に探すうち、きは、呪いが誕生した、恐ろしい過去の秘密を知ってしまう。映画と島園に関するカテゴリー。ありがとうございます。